本日京都大学大学院に入学される修士課程2247名、専門職学位課程321名、博士後期課程939名の皆さん、おめでとうございます。ご来賓の名誉教授、ご列席の副学長、研究課長、学者長、教育部長、研究所長とともに今日の良き日をお祝いしたいと思います。またこれまで皆さんを支えてこられたご家族やご関係の皆様にも心よりお祝いを申し上げます。修士課程ではこれまでの学士課程での蓄積の上にさらに基礎的な知識を補い、研究のために必要な技術を身につけるなど、専門家として独り立ちできるよう体系的な教育が行われます。専門職学位課程では高度の専門性を必要とする職業などに従事する人材を育てるために、理論と実務との橋渡しを行う新たな教育課程の中で学習が進められ、国際的に活躍し得る人材を養成いたします。博士後期課程では、修士課程までに習得をした知識や技術を基礎に、自ら研究計画を構想し、独創的な研究を遂行し、学術誌などにより研究成果を国際的に発信していくよう指導が行われます。これら大学院において、皆さんは専門分野において世界の最先端に躍り出るということを目指していただきたいと思います。皆さんの進む大学院での学問について一つアドバイスがあります。これまでの人生において私には職業としての学問があり、それを楽しんでまいりました。その中で学問とは真実をめぐる人間関係である、学問とは真実をめぐる人間関係であると感じるようになってきています。学問により人間関係を勉強したというのではなくて、人間関係をもとに学問をさせてもらったと私はそのように感じています。非常に頭が良くて優秀な人がなぜか学問がうまくいかないということがあります。その時その人は人間関係がうまくいかなかったんじゃないかというふうに推測をしています。例えば私たちは、あなた方もそうですが、資料を調べる際にも、あるいはデータを収集する際にも、部分的には人に頼ることになります。そうすると、これまでどういう人間関係を築いてきたかによって、研究の内容が大きく変わってしまう可能性が出てきます。人間関係がうまくいかないと、大事を仕遂げ得ない。というのは、人という社会性を持った存在にとって本質的なことではないでしょうか。論文を書く場合でも、人の論文を読み、人と議論し、それを通して自分を高め、独創性を発揮する、そういうことになります。独創性を発揮するということは、まさしく人間関係そのものではないかと。私の目には映っています。もちろん学問というものはそういう側面だけではなく、非常に客観的で、特に自然科学の場合には誰がやっても同じ結果や結論を導き出せるという一種の再現性が重要です。だから人間関係など関係ない、
数式を基礎に厳密な自然観察をして客観的な事実を積み上げていけばいいんじゃないかという考えもあるかもしれません。しかし私はそういう考え方に踏みしません。客観性を問うことは当然のことですが、その上で開花する独創性の素晴らしさというものはまさに人間関係に規定されることが多いと私は思います。私はその一例として日本人離れした偉大な思想家、哲学家、思想家であった空海を思わずにはおられません。彼が世に出たのはちょうど現在の大学院生の年頃だったと思います。大学院では各自が自らの研究テーマを持ち、それを大きく育てていただく必要があります。鬼門の学、記録の鬼ですね、学問の門と書いて鬼門の学と言いますが、鬼門の学、つまりすでに確立された学問体系、あるいは現在多くの学者が取り組んでいるいわゆる流行りの学問領域だけにとらわれずに、まず鬼門の学にとらわれずにですね、自分から問いの発見を始めなければならないと思います。研究において、これは皆さんが取り組まれるわけですけども、研究においても最も苦しいことは実はこの部分かもしれません。そして自らの研究テーマをどのような観点からどのように攻略するのか、それを日夜考えることが重要だろうと思います。日夜考えることが重要だろうと思います。攻略のためには知識をもちろん充実させていかなければなりません。しかし学問という未知の世界の開拓においては、あまり的を絞りすぎる学習には限界があるように思います。必要と思われることだけに的を絞って学習するということは一見無駄がなく効率的に見えるかもしれませんが、専門の枠を超えるような大きな独創の芽を自ら摘むことになるかもしれません。自らの専攻分野を超えて理系文系を問わず他の分野の学識を豊かにすること、そのこと、すなわち大学院生にふさわしい高度な教養を身につけることによって、専門分野における既存の枠組みでは捉えきれなかった斬新な視覚が与えられ、独創的な攻略方法にたどり着くことができるかもしれないからです。大学院生にふさわしい高度な教養を考えてみると、次の内容を持つと思われます。一つは今直ちにというわけではなくて、ここにある諸君が世界の中心的な役割を担い始める10年先の社会、地球社会という育成を見つめて、その時代に社会の中核リーダーとして必要とされる知識体系や考え方を準備しておくということがそうです。もう一つには、社会のリーダーとして世界で活躍する際に必要となる語学力、リテラシー、いろんなリテラシー、説得力、企画力、発信力、そして人を感化する感化力、こういったもの、人間力を寛容し、弾力性のある、しなやかな、豊かな人間力を身につけることが重要だろうと思います。この2つが重要と言ったわけです。特に博士後期課程の皆さんは、皆さんにとってはこのことが今後ますます必要となると思います。私はよく人生を木、樹木に例えます。大きな木、大樹が育つには豊かな土壌、塩翼な土壌が必要です。土壌を富ます、そういうことは土壌をあまり富まさずですね、外見だけ整える、水を与えるというわけでは大きな木は育ちません。
大学という大きな広い土壌を豊かにする、円滑にする努力を我々教職員も日々努めております。しかしながら重要なことは皆さんが自ら広く深く根を張る、身を伸ばして根を張って先人の積み上げてきた多彩な学術の花の蜜を貪欲に吸収して、そして自らが伸びて大きな木、大樹になっていただきたいとこう思われます。皆さんは今後どの方向に進もうか、あるいはどの方向に自分の才能を伸ばしていけばいいか、多くは決めておられると思います。しかしながらまだそのことを定めず悩んでいる方もおられるかもしれません。また家庭に入ったけれども自分には違う才能、違う分野に伸びる才能があるかもしれないと思っている人がいるかもしれません。19世紀のアメリカの思想家ダルト・ワルド・エマソンは次のように言っています。才能とは天から与えられた使命である。才能とは天から与えられた使命である。自分に対して一切の空間が開かれたような方向が一つはあるもんだと、その方向に限りない努力を傾けようという無音のうちに誘いかける能力というものが人間には本来備わっているものだと、こういうふうに彼は言います。彼の言うように皆さんにはですね、才能を開く道は必ずあります。これからも絶えずそれを探りながら自分の道を切り開いていただきたいと思います。また本学には大学院を中心に1400名に及ぶ留学生や、それに加えて多くの海外の研究者が来ておられます。海外の大学との学生交流協定も数多く締結をしています。それらを使ってぜひ若い職には海外で修行をしていただきたい、そういう機会を提供しておりますので考えていただきたいと思います。多くの京都大学の研究者が国際舞台で活躍しておられることは既にご存じのことかもしれません。本学のこのようないろんな学術の資源を皆さんそれぞれが有効に活用して、大学院時代に活動の輪を世界に広げていただきたい、そしてぜひ積極的に海外に留飛していただきたいと思います。海外での生活というものは単に学術あるいは技術を身につけるだけではありません。外国の文化を身につける考え方を理解する、違いを理解するということにもなります。若い時の海外経験は何者にも変えがたい有意義なものだと私自身の経験から言ってもそれに思います。閉塞感に包まれている地球社会全体はまさに広い視野、自分の分野だけではありません、広い視野、柔軟な構え方、柔軟な思考力、難問を前にしてひるまない気迫を持った、そういったリーダーを必要としています。その未来は皆様と一緒に、皆様と一緒に私どもが作っていかなければなりません。閉塞感ある社会を打ち破って明るい未来を自分たちで作るという機会が必要な時は今ほど強いことはありません。皆さんが京都大学の大学院生としてさらなる高みを目指していただき、既成概念にとらわれない常に自らの問いを発しながら、その課題解決に向けての道を切り開いていくと同時に、自分たちの体、心、共に磨いていかれることを切に願いまして、私のお祝いの言葉といたします。皆さんの京都大学における活躍、そして将来における活躍を期待しております。大学院ご入学おめでとうございます。平成22年4月7日、京都大学卒。おめでとうございました。